どう？一つの部屋的な感じで。うん、つなげていかなかったね。子育て部屋みたいな感じ。入り口どのぐらいの太さがあればいいんだろうね。今日が通れなかったら意味ないもんね。売ってるようなさ、石膏の巣はさ、穴のとこに穴開いてるよね。で、油を塗ればいいよね、きっと。ああ、石膏を流すときにね。ね。どう？結構いい感じの通り道。通り道はさ、細くこうやってやって、ここと直接つなげた方がいいんじゃね。まあ、確かに。このさ、角っこのとこ難しいから、角っこのとこさ、一つの部屋にしちゃった方がいいかもよ、これ。ほら。これくっつけたらいけんじゃない？これ。ちょっと広すぎるでしょ。いいんじゃない、うん、これぐらいの広さ。じゃあそうしよう。微調整はさ、半塊の時にさ、ナイフで削ったよね、これ作る時。そうだっけ、うん、削ったか。うん、ここ、ここのとこ。ここ、ここを入り口にする？そう、ここが一応穴開けてあるんだけど、3センチのところが下のストローの下側になるから。難しいな、ほんまに。ここはまっすぐでいいんだよ。はい、あの、なんていうの、床になってればいいんだから。直接穴の中入ってくんじゃないの？そう、あ、そうそう、穴の中入ってくやつが製品ではあるけど、うん、そうするとさ、ここが高くなっちゃうからさ、うん、入り口が無理じゃないかな。そういうことね、うん、じゃあそこは低いなんか作っとくってことね。ここに穴あって、ここやって感じ？違う違う、ここプールみたいにまっすぐ3センチぐらいの高さで全部こうなって、この上空いてた方が使いやすいんじゃないって言ったの。締め切っちゃうんだったらいいけど、締め切らないもんね。手入れしてあげなきゃいけないもんね。ちょっと高さが足りなかったかもね。一つの大きめのお部屋作る？ここに大きいお部屋にする？こうやってね。どこに住んでくれるかね。この、ここかもしれないよ。ねえ、そう。普通のプラスチックケースで一冬越しちゃったんだね。こっち側は作っても仕方がないよね。うん、見えないですね。あの、こここんな感じ？このちっちゃいお部屋。いいね、あ、いい、めっちゃいいじゃん。この高さまでしか入れられないね。うん。さあ、じゃあこんな感じでいかがでしょう。自然物をなんかさ、入れてあげるといいと思うんだよね。どう？いいんじゃない、これ。かさ増しにもなって。オリーブオイルでーすかな、本当にって感じだけど。石鹸水だとさ、なんかアリさんがさ、匂いが嫌かなと思うじゃん。油も嫌いそうだけどね。油は栄養になるよ。いや、まあそっちゃそうだけど。下も塗ってみる。これ剥がせるのかどうかが私一番心配。 OK、 塗りました。200だね。水が140。ドキ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 。なんか熱くなるんじゃなかったっけ。大丈夫だっけ。本当？ほとんど手伝わないんですけど、あの方。いくよ。ドド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 ある必要はないもんね。ここだけ山にしとけばいいんだよね。ここが浮くんだけど、粘土はくっついてんだよね。ここがなんか、それやばい気がするんですよ。これで落ちるってことになってならないね。少しずつこう、少しずつ落ちてくるんだって書いてあったけど、落ちてこないね。これはね、取れない気がします。お、落ちてきた。色が変わった。ほら。本当だ。ほら。あ、本当だ。ほら。希望が見えた？これで刺さる。これで、これペラペラだから、ペラペラでも入らない。落ちてきた、落ちてきた。すごいじわ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 落ちてる。ほら、わかる？
落ちてきて。石結構さ、ちゃんと掴めてる。ほら、落ちてきてる。どん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 下がっていってしまう。これ以上ね。うん、降りない。うん、降りたわ、ここが。石があるし。ネジを打ち込んで引っ張るか。やってみよう。そんなぐらいでどう？無理。無理だよ。結構硬い。やっぱり。動いてるけど。もう。あ、割れちゃった。やったー。やったー。お、綺麗じゃない？お、いいじゃない？なかなかじゃん。この穴はどうするんだっけ？これは入り口。そう、だったー。待って、これも、こんな感じ。あ、結構しっかりしてるね。うん、しっかりしてる。綺麗だよ。おー、いいじゃん。穴入りました。40年分の、なんだっけ？バレン付きって書いてある。蓋に穴を開けて、ここにストロー差し込んどけば、でもこんだけ穴大きければここに穴開けてもいいんじゃないの？ここの高さに。ここに開ければいいんだ。ほら、そうするとここちょうど、うん、売ってるやつみたいになるんじゃないの？どう？ちょっと深くなったよ。とんがってさえいなければいいんだもんね。はい、感じ感じ。OK。いいじゃん。これでいいんだね。これもうね、これ以上刺さらないから。うん、こんだけ大きな石膏で、このちっちゃなお水の穴じゃ足りない気もするけど。石膏自体をさ、ちょっとす濡らす？湿気がないとね、ダメなんだって。うん、乾燥で死んじゃうらしいよ。完成です。ここは水分補給。これが移動用の穴ですね。